俺は若い頃から努力をしてきた。俺はずっと効率を考えて生きてきた。努力も無駄をとことん排除して、そして結果を残し続けてきた。高校を卒業したら、大学と地球防衛軍、両立できるな。そもそも文武両道を推奨してきて勉学と仕事を両立するというのは当然であり、仕事一筋の人生はあまりにも容量が悪い。当時の俺は18歳、今は24歳だが、6年前は文武ともに優秀と判断され多くの賞も受賞していた。そして実力にも自信があったゆえにそのような選択を選んだ。俺は何でもできる、なぜなら自分の才能に加え、努力をする天才だからだ。そして慎重であり、どんな困難にも耐えうるメンタルを持っていた。困難を何度も自ら課し、それらを乗り越えてきた自信だった。結果は選抜合格、100人の合格者の中でも毎年たったの上位3名しかなれない優秀な人材にしか与えられない合格だった。そして、その年から試し感覚で高校生活と防衛軍の仕事の両立を図って、そこから大学を選ぼうと考えた。俺は努力の天才だ、絶対にうまくいく。なぜならうまくいくように努力と研究を惜しまないからだ。どんな困難でも乗り越えてやるさ。今思う、この時の俺は本当に若かった。年齢の話ではなく、世間知らずという意味でだ。自分が優秀であることを疑うこともしなかった。バカじゃねえの。お前みたいな半端者を俺が使うわけねえだろ。お前みたいな奴が上とか迷惑なんだよ。この盆栽エリート。今はすぐにやめろ。できないならやめろ。今のお前は現場仕事も監獄等の管理もどっちも任せられねえよ。あんたが、両立できなかっただけだろうか。へえ、お前は両立すると。いや極悪犯の組織に数日の張り込みをしててどうやって学校に行くんだ。言ってみろ。ああ。別に単位を空いた時間で取ればいいだけだろ。課題や研究レポートだって勤務外でやればいい。不可能じゃねえよ。てめえみたいな額のねえ奴が隊長だと学んできた奴らの長所が死ぬんだ。努力や挑戦を否定する暇があんなら少しでも額がある奴を育成する。新たな知恵を舞台に取り入れるチャンスとか考えれねえのかよ、脳筋が。やってみろよ。忠告してやるよ。お前はどんどん若い連中に置いていかれる。甘くねえぞ、世界は。お前以上の天才はたくさんいる。そんな中でお前は一つを極めることなく、ただ広く浅く9大点を取って満足して終わりだ。名門大学卒業がゴールだと思ってるバカだよ。学校の学びを得て、そこから追求し、独自の世界を築き、生かしてやっと学びが生きる。とりあえず精神でいろんなものに手を出してる尻がる男なんて天才どもはすぐに追い抜き、先に進むぞ。言った風に言うなよおっさん。お前だってここくらいしか社会知らねえだろうが、世間勝たんな。入隊してすぐ、俺は当時の隊長であるリリアンに殴られた。俺の価値観、努力する意味を否定されてひどくムカついたのは覚えていた。はっきり言って俺が人生で一番嫌いになったのはリリアンだった。俺はリリアンの言葉を否定したかった。だからこれでもかっていうくらいの名門大学に受験して合格し、入学した。そして舞台と両立して俺は間違っていない。そう証明してリリアンの悔しがる顔が見たかった。見てろよ脳筋、俺が正しかったって見せてやるよ。この一年はリリアンも俺をここぞとばかりに現場に借り出してきた。だけどしっかり仕事をこなしてきた。地道に証明してやっているんだと当時、俺の中では勝ち誇っていた。だが問題が起きた。それは第1回の WCDT だった。1回戦勝者、ザビウス選手。アラン、お前、2年前から全然強くなってないな。第6部隊で何してたんだよ。俺は本戦1回戦、同期入隊だったラジウスと当たって向けた。入隊試験の時は俺が1位通過でラジウスは3位通過だった。入隊から2年、俺は全く成長していないという現実だけ叩きつけられた。お前にはがっかりだよ、アラン。2年前は勝てないとまで思ってたのに。ラジウスが入隊したのは16歳の時だった。合格してから高校を中退して第3部隊で必死に鍛えてきたんだろう。俺は当時は18歳で高校生、俺は辞めずに今も大学生として両立していた。それがこの2年で明確な差となって現実を叩きつけられたんだ。この第1回では当時13歳という若さで最強の世代と呼ばれた隊長の一人、天の絵効果を撃破したバハートがいた。これは舞台でも相当話題になり、その年の防衛軍入隊試験1位合格からの即隊長という前代未聞の出世を果たした年となり、余計に俺という存在が薄れていった。第1回では同期だったラディウスとジョルジュ、最強の世代であるリリアンと天の絵効果がベスト8だった。俺以外の同期は成績を残した。俺の一つ後輩の世代になる、1位セルナ、2位アン、3位立花カリンすらベスト16に入っていた。俺は惨めで仕方なかった。プライドがズタズタになった。同期や後輩が結果を残して、自分だけが取り残される現状に焦りを感じ始めた。でもそんな時、俺を救ってくれたのがシグエンだったんだ。
副隊長、やってみないか、アラン。今年度から私が隊長になる。私の求める理想の第6部隊には分部を両立させているアランに任せたい。これで、いいんですか？ああ、別に強さが全てじゃない。アランの努力は誰しもができることじゃない。しっかり第6部隊はアランを評価しているんだ。ありがとう、ございます。ありがとう、ございます。泣くな、これはアランの努力の成果だろ。しっかりしろ。あの時、結果を何も残していない俺に渋江は必要としてくれた。誰かから認められる、それがどれだけ嬉しいか、俺は知ったんだ。俺は期待を裏切らない。そのために認められた俺の生き方が間違っていないと証明したかった。残したかった。明確な結果で。だが、次の年の第2回 WCDD、俺はまた1回戦で負けた。うっしゃあ、まず1回戦じゃい。1回戦勝者、チェーン選手。ただ後輩のチェーンに負けた。しかもこの年はチェーンとバハート、4年大会後の入隊試験1位合格のファルドラ、そしてビリアンがベスト8に入った。もちろん他の後輩や同期は2回戦に駒を進めていた。結果を出せない、仕事も中途半端、学業も単位ギリギリ、全部が中途半端な自分に嫌気がさしていた。そしてちょうどこの年頃からソフィアを監獄等で保護することになり、ただでさえ余裕のない俺に色々試練が与えられた。今は大学3年生、来年で4年、ここを耐えればいいんだ。アラン、監獄棟とソフィアは私たちで頑張るから、アランはしっかり学校頑張ってね。俺を支えてくれる仲間もいた。だからこそ努力を諦めたくない。俺の理想は無謀ではないんだと絶対に証明したかった。ここから俺の努力が報われてきたんだ。よっしゃあ、おらあ。2回戦第7試合勝者、アラン選手。第3回 WCDD、俺は初めてベスト8まで勝ち上がった。しかも2回戦で第3部隊の副隊長のラディウスを撃破して。自分の努力が報われてきている、長く辛い道のりだったが、結果を出せた、これがどれほど嬉しかったか。だがこの年はファルドラがバハートを倒して実力を証明したことで入隊2年目の18歳という年で指揮隊長が指揮を取っていた第4部隊の隊長に抜擢された。18歳は俺が入隊した年、そして2年目というスピード出世、俺は5年目でまだ副隊長だというのに、俺はこうやってビリアンの言葉の意味を知ったんだ。昔、入隊した時すぐにビリアンに言われたことは本当だった。どれだけ多くのジャンルに対して努力をしていても、そのジャンル一つに絞って努力している奴には勝てない。だけど、努力は無駄にはならなかったのも事実だ。努力の中で得た経験や苦しみ、挫折、それら全てが俺という強さを作り上げた。俺は弱かった。だけど諦めずに努力をすれば何らかの形で報われるんだ。全ての努力が無駄には終わらない。その証明をしたい。俺が世界一になって。そして第4回 WCDD。俺は天才バハートを倒して初のベスト4に入った。この年から俺は大学を終え、防衛軍や自分の技術に専念できた。それでわかったんだ。やっぱり、一つのことに本気で取り組む力はすごいって。俺はこうして普段の仕事と功績が認められて第6部隊の隊長となって、ビリアンや俺を追い抜いていった奴らを見返すことができた。努力は報われる。無駄な努力は存在しない。盆栽だって天才に勝ることができる。そういう希望に満ちた世界を俺は今後も証明したい。そのために俺は世界最強になる。まだ成し遂げてない。どんな困難だろうが耐えて乗り越えてやるさ。これくらいの困難、俺にとっちゃ大したことねえんだよ。マジかよ、まさかこのタイミングで来るか。いやいや、まさかのまさかだ。そんなことは、くっそ、なんだあの時は大変だったなーみたいな顔。絶対回想シーン入ってんじゃん。しかも試合中だぞ。そ、回想シーンは暗黙の了解で絶対に攻撃したり環境を変えたらダメなんだ。このまま見届けるしかない。それにしても長いなー。普通に分くらいだろ。何分持ってきてんのさ。あ、回想シーンに入ったわね。これは1ターン休みかな。もう私帰っていい。喋りすぎて喉が痛いと思う。ダメダメ、ベルちゃんにはまだ解説してもらわないとなんだから。どうせまだ時間あるだろうし、今のうちに喉薬買ってくるね。離れしすぎだと思う。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。